さて、前回は一時代を築いた黎明期のイースシリーズについて語ったが、今回はその後、様々な問題や黒歴史を生み出した、三つのイース号について語ろう。同じナンバリングが三つあるってこと？この作品は開発経緯が結構特殊でな。ファルコムが自社開発したものが存在せずに、ハドソンが手掛けた PC エンジンスーパー CD ロムロム版と、トンキンハウスが手掛けたスーファミ版が存在し、その両方がオリジナル版となってる。どっちか片方が移植とかじゃなくて、両方がオリジナルってどういうこと？もともと、これは PC エンジンでイース 1&2 とイース3の移植を手掛けたハドソンが、イース新作の開発をファルコムに打診したんだが、その当時オリジナル作品である、風の伝説ザナブーの開発で忙しく、余裕がなかったため、最終的には原案と音楽のみを提供して、実際の開発はハドソンが行うことが決まる。その後、スーファミ版イース3の移植を担当したトンキンハウスが、ハドソンとは別に、スーファミ版のイース4を開発することが決定し、さらにセガがファルコムとの共同出資会社を立ち上げ、メガドライブの拡張 CD ロムハードである、メガ CD 版のイース4を開発することも決まる。ただ、このメガ CD 版は開発が頓挫し、結果的には、ハドソン版とトンキンハウス版の2作だけが世に出ることになる。そして、この2作は大元から提供されたのが原案だけだったために、同じなのはストーリーの大筋くらいで、具体的なシナリオ展開やシステムなどについては差異が大きく、ほぼ別作品と言っていないようだ。なるほど。早くも波乱の予感がする特殊な開発経緯ね。では、まず PC エンジン版の方から語るとするか。正式タイトルは、イース4、The Dawn of Ease、で1993年12月に発売された。物語はイース 1&2 から2年後、ドギと共に冒険の旅に出ていたアドルが、貴族だったゴーバンが仇になって商売を始めたことを知り、それを祝うために、再びイース1の舞台だったエステリアに戻ってくるところから始まる。あれ、なんか時系列がおかしくない？流れ的には1、2、10、4、3で、2年後だともう3の冒険をしてる時代なんじゃないの？公式でシリーズ通しての時系列が、きちんとまとめられる前の作品だからな。一応、当時の設定としては、遥か未来に発売される点の存在は当然無視されるが、2と3の間にあたる時代という体で作られてるぜ。とにかく前回語ったように、イース3のストーリー及びシステムの別物感が不要だったため、今作はイース 1&2 に連なる直接の続編ということを、強く意識して作られた作品となってる。つまり、細かい時間の齟齬や点の存在は無視して、1、2、4、3と考えればいいわけか。街に着いた二人は、出迎えた合板や懐かしいエステリアの人々と再会し、住人のクラーゼはアドルが戻ったことをぜひともリリアに知らせなければと言い、街を飛び出していく。確かにのっけからこういう感じで、1&2 のキャラなんかがクローズアップされるのは、かなり続編を意識してる感じね。しかし、アドルは偶然にも、かつて魔法王国エイスをめぐる冒険に彼を誘った、占い師のサラと再会。彼女の口から、遠く離れた樹海であるセルセタに危機が迫っていることを聞かされ、事態を収拾することを頼まれる。その日は合板やドギと共に、酒場で飲みまくるアドルだったが、翌朝、帰還の知らせを聞いたリリアが駆けつけた頃には、その姿はすでになく、セルセタを目指して乗船していた。顔も見ずに、ヒロインのことをほっぽり出していくっていうのも、なかなかにワイルドね。こうしてセルセタに到着したアドルだったが、この地には覇権国家であるロムン帝国が、ある目的のために大量の兵を派遣しており、軍事力を傘に来た傲慢な兵士たちと、付近の村の警備隊長である少女、カーナが揉めている場面に遭遇する。とばっちりで、彼女の仲間と勘違いされたアドルも巻き込まれることになるが、腕の立つカーナはあっさり兵士を乗すと、縁があったらまた会いましょうとその場を立ち去る。しかし、その直後、兵士たちのリーダーであるレオ隊長が強力な大砲を持ち出したことで、なすすべがないアドルはそのまま囚われてしまう。ぶち込まれた牢獄には先住者として、同じように兵士と揉めてとっ捕まった、情報屋のジュレンがおり、彼の口から、かつてセルセタでは金鉱が見つかり、ゴールドラッシュが起こったことや、樹海に眠る黄金鏡の噂を聞かされる。やがて、取り留めのない話にも飽きて、ベッドで眠る二人だったが、しばらくの後、見張りをなぎ倒して現れたカーナによって救出されることになる。一行はバラバラになって逃げ出し、追っ手を巻いたアドルは、そのままカーナの住む村にたどり着くことになる。そこでカーナから、2年ほど前からセルセタには原因不明のモンスターの大量発生が起こり、住民の安全が脅かされてることを知らされる。その後、
偶然にも薬の原料探しにセルセタを訪れていた、ランスの村の医者であるフレアと再会する。ランスの村の医者って、確か、2でリリアの病気を見てたりした人か。プロローグに続いて旧作オールスターって感じね。そして、フレアのツテでアドルのことを紹介された村長は、実は1週間ほど前から鉱山で、自分の息子であるレムノスが行方不明になり、探しに行った警備隊の勇士も、誰一人帰ってこないという事件が起きていることを聞かされる。もはやうつではなく、エステリアを解放した英雄である、あなたにすがるしかないという村長に、アドルは頼みを快諾。鉱山の最深部に突入すると、そこにいた魔物をサクッと撃破。すると、なんと魔物がレムノスに姿を変える。どうやら、何者かの手によって、悪い魔法をかけられていたらしい。そして、昏睡したレムノスがつぶやいた、闇の一族、スラノ様の墓を奴らから守らなければ、という言葉に従い、アドルとカーナは墓がある溶岩地帯へ侵入する。スラノ様っていうのは誰？かつて、この地に起きた動乱を沈めた英雄レファンスに付き従った、ご中心と呼ばれる仲間の一人だ。ローカルな昔話の登場人物みたいなもんか。そして、最奥にある墓に到達したアドルは、問答無用で魂となったスラノによる試練を受けることとなり、甲冑をまとった炎と対峙することになる。これを下したアドルに対し、スラノは魔法の杖を授け、悪しき者たちの手によってこの地に危機が迫っていることを告げ、お前の力が必要なのだと言い残し、姿を消す。だが、その直後、アドルとカーナの前に、闇の一族を名乗る三人組が現れる。戦闘狂でもある、ソヤで荒々しい大男、ガディス。レムノスを魔物に変えた元凶でもある、妖艶な美女、バミー。三人のリーダー格である、卑劣で残忍な男、グルーだ。彼らは自分たちの野望のために、その魔法の杖の存在が邪魔だと、アドルにそれを渡すように迫る。しかし、直接対決を迎える前にスラノの怒りなのか、墓のある建物が揺れ始め、倒壊の予兆を見せたので三人は撤退。以後、アドルはカーナと別れ、セルセタ各地にあるご中心の墓を巡り、試練を乗り越え、魔法の杖を集めていくことになる。そして、ラパロという村の近くまで来た時、アドルは心優しい少女である、リーザと出会うことになる。樹海が一望できるこの場所が好きだという彼女と、雑談に興じ、別れた後、村についてみると、なんとリーザが行方不明になっているという。村人たちの話から、どうにも彼女は禁忌の地と言われている、雷雨の聖域に行った可能性が高いとあたりをつけたアドルは、そこに向かうことになる。聖域では案の定、リーザが魔物に襲われていたので、アドルはこれをサクッと倒して、彼女を救出する。しかし、その場に突如闇の一族たちが来襲し、さらには彼らを従える、エルディールという白い翼を持つ、有翼人の男が現れる。そして、リーザは窮地の間柄のように、エルディールの名を親しげに呼ぶ。だが、エルディールはそんなリーザを、もうここには来るなと言ったはずだと冷たくあしらうと、イースを救った英雄である、アドルに会えたのは光栄だと話し、聖域の奥に安置されていた、黒い大きな石を見せつける。それはイース2の宿敵だった、魔王ダームがより城にしていた黒真珠とそっくりの代物だった。その場で黒真珠の力を吸収して、見るからに超絶パワーアップしたエルディールは、これであとはセルセタに伝わる太陽の仮面さえ手に入れれば、すべては達成され、世界は自分に平服するだろうと言い残すと、停滞一撃をアドルに食らわせ、闇の一族たちと共に姿を消す。なんかとんでもない展開になったわね。旧作の元凶と同じような存在を吸収して、いきなりパワーアップするし。でも、何者なの？このエルディールっていうのは、そこはアドルが各地を回った際に、会うことになる三人の賢者と、リーザの話からはっきりと明かされるんだが、それによると遥かな昔、とある小さな大陸に、エルディーンという名の有翼人の国家が誕生した。その国は、天からもたらされた太陽の仮面の力によって、オーバーテクノロジーじみた文明を築き上げ、千年と七ヶ月の間、大いに栄えたが、原因不明の大災厄が起こり、一夜のうちに海中に没し、滅びたという。その後、少数の有翼人の生き残りがセルセタに渡り、彼らがもたらした文明によって、未開の地から世界有数の穀倉地帯へと発展していくこととなる。だが、その過剰な繁栄が堕落と混乱を生み、セルセタはいくつもの小国に分裂した挙句に、最終的には暴虐と圧政をまとう、殺戮王アレムの手によって統一されることになる。かくして、セルセタの暗黒時代が始まるが、そこに現れた勇者レファンスと、彼が流浪の旅で出会った仲間である、ご中心によってアレムは討たれ、平和がもたらされることになる。
民衆の圧倒的な支持を得たレファンスは、セルセタ王朝を建国し、自らが初代国王となる。有力人たちもこれを祝福し、彼に太陽の仮面を託したことで、レファンスの死後に至るまで、セルセタは大いに栄えたというぜ。だが、その数百年後、セルセタは黄昏の時代を迎える。それが魔導士ジークファクトの出現だ。太陽の仮面の力を我が物にしようとするジークは、ロムン帝国の協力を取り付けることで、セルセタ王朝への侵攻を開始する。最終的にはジークが、セルセタの要である太陽の仮面を暴走させる作戦を取ったことで、もはやこれまでと悟った五中神の末裔たちが、仮面を封印するために、セルセタの都を地中深くに沈めたことで戦いは終わり、やがて異常発生した木々が、セルセタを広大な樹海へと変えてしまう。残された住人たちもオーバーテクノロジーを失い、細々と暮らすこととなり、有力人たちも月日と共に数を減らしていき、今では生き残りは一人となってしまう。それがエルディールで、歴史を知るラパロの村人からは、高貴なるものとして厚遇され、リーザの世話を受けながら聖域で暮らしていたが、ある時から現れた、殺戮王アレムの末裔だった闇の一族たちに、よからぬことを吹き込まれた結果、闇落ちし、今のような力を求める人格に変貌してしまったという。これはなかなか面白そうな歴史設定があったのね。でも、魔導士ジークファクトってなんか引っかかる名前よね。そこに気づいたか。ああ、そうだ。ジークファクトの正体は、イースワンの黒幕だったダルクファクトその人だ。セルセタが沈んだ後は、今度は古代王国イースに渡り、魔王ダームを生み出すことでこれを壊滅させる。そして、セルセタ侵攻の際に、太陽の仮面と対になる月の仮面を手に入れたことで、その力で700年の時を生きるが、最終的にはイースワンでアドルに撃たれることになる。物語の中盤、再びエステリアに戻ったアドルは、再会したフィーナたちからこのことを聞かされ、さらには月の仮面が、イースワンでアドルが回収したアイテムである、マスク・オブ・アイズであることや、古代王国イースに繁栄をもたらした双子の女神の正体が、海に沈んだエルディーンから流れ着いた、有力人の末裔であることを知る。そして、ロムン帝国と共謀して、月の仮面を手に入れようとする闇の一族は、リリアを人質に取り、かつての決戦の場であったダームの塔に、アドルを呼び出すが、彼のため駆けつけてきたフィーナたちの助力を得ることで、これを退け、リリアの救出に成功する。そして、舞台は再びセルセタに戻り、地中に沈んだ都を蘇らせ、太陽の仮面を我が物にしようとする、エルディールや闇の一族との、最後の戦いが幕を開けることになるぜ。思わず聞き入っちゃったけど、なるほど、シリーズ通してそんな壮大な設定があったのね。旧作キャラのオールスターっぷりも半端じゃないし、これは初期シリーズの集大成と言っていいくらいの作品じゃない。楽しめたか、それは頂上。ただ、まあ、これ、今は全部シリーズの黒歴史なんだよな。え、はぁ、黒、歴史って、どういうことよ。そのまんまだよ。この PC エンジン版のイース4は、今ではシリーズの静止に含まれないことになってる。まあパラレルみたいな扱いだな。今、私が語った内容も、他のシリーズ作品に影響を及ぼすような部分については、今作だけの設定だと考えろ。長々と語っておいて、オチがそれなわけ。でも、なんでそんなことになったの？一応、発売当初はイース1&2を PC エンジンに用意移植して、今週までの初期イースシリーズの地位を盤石にした実績がある、ハドソンが作ったこっちが静止扱いだったんだよな。ただ、後々、イースシリーズは6で設定が再編され、以後の新作やリメイクは、それに従って作られるようになった。その際にハドソンが、イース4にわりかしフリーダムに持ち込んだ設定の数々が、矛盾の塊となった結果、静止から外れることになったっぽいな。もっとも、6で持ち込まれた統一設定とは、滅亡した有力人の国から流れた技術などが、各地で事件の発端となるというものなんで、この PC エンジン版の有力人国家エルディーンやら、闇の一族など、部分部分で静止に取り入れられた設定は多いぜ。そういうことか。でも、そんなに矛盾したの？特にジークファクトとかはな。ダルクファクトは古代王国イースの六神官の末裔って設定だったし、その時代から700年生きてる魔導士ジークファクトってのは、どうしたって矛盾する。あと、セルセタ王朝の滅亡も、古代王国イースの崩壊も、イース1と2の事件も、全部こいつが引き起こした元凶だったとか、設定盛りすぎじゃねとか言われてるな。それも私だ、てか。あと、旧作で死んだキャラが実は生きてた設定にされたり、二度と会うことはないだろうみたいな別れをしたキャラが、あっさり戻ってきて再会したりするのはどうなんだとか。
全体的にエンタメ特化の作風と、細かい矛盾は気にせずに過去作とリンクさせまくってやろう的な、サービス精神の複合効果で、単体のゲームとして見ると楽しい作品だが、イースシリーズの一作として見ると、ハイテンションでノリノリで悪事を働く敵やら、グロに片足突っ込んだ演出とか、独自路線を突き進みすぎてるせいで、初期イースが本来持つ情緒がぶっ壊されてる。腐ってやがる。早すぎたんだ、って感じね。ゼンタ、イース本来の作風にこだわらずに、当時 PC エンジンで多く展開していた、CD-ROM の大容量を活かした美麗なキャラビジュアルや、人気声優を起用したボイスなどの演出を、前面に押し出した作品として見ると、完成度は高く、十分良作だと言えるぜ。ああ、どこを重視するかで評価が分かれるのか。さて続いてはシステムについてだが、これは大幅に改変された3から、また1&2のものに巻き戻り、ほぼ同じようなシステムになった。つまり、反キャラずらしを駆使した体当たり攻撃で、敵を撃破ってやつね。ああ、特筆するべき点としては、今作から斜め移動が採用され、上下左右4方向にしか動けなかったイース1&2から、操作性が格段に上がった。ま、最も現在主流のリメイク版のイース1&2では、斜め移動は取り込まれているがな。他にもイース2で導入された魔法についても、今作でも続投されており、ストーリーで語ったようにご中心の試練を乗り越えることで、使える魔法が増えていく。内容については、遠距離攻撃できるファイアー、モンスターに変身できるアルター、一度訪れた村に瞬時に移動できるワープなど、イース2からそのまま続投されたものがほとんどだが、敵を凍らせるフリーズや、モンスターに変身中は泳ぐというアクションが取れるなど、いくつかの新要素も追加された。特にボスについては、ほぼファイアーしか通用しなかった2と比べて、今作は相手によって体当たりか、魔法による遠距離攻撃かと、有効な手段が決まっており、それに合わせた戦術を取ることを求められる。例えば、無敵の日本の食事と、本体から吐き出される雑魚をかいくぐりながら、顔を出す短いタイミングに合わせて、ファイヤーを打ち込む必要がある、ザ・マザー・オブ・モンスターズ。通常状態では無敵だが、バラバラになって襲いかかってくる時に、本体を見切ってそれに体当たり攻撃をする必要がある、アイス・イ・ミュアラー。空中を飛びながら剣による攻撃と、アドルから奪ったファイヤーの魔法を連発してくるので、張り付きながら体当たりをする必要がある、闇の一族のガビス。ボスは 1&2 みたいに、敵のパターンを見切って、隙をついて攻撃しないと勝てない感じね。ああ、システムに大きな変化がない分、プレイ感覚も巻き戻った感じだな。ただ、このゲーム、ボスの難易度はそれなりに高い上、何より雑魚が結構凶悪なんだよな。え、そうなの？レベルをそのエリアで普通に上げられる限界まで持っていっても、なお雑魚の攻撃が痛くて、普通に戦ってるとすぐダメージが蓄積していく。旧作からの伝統システムである、止まってれば自動で HP 回復も、ダンジョン内では無効な上に、持てる回復アイテムもかなり限定されてるので、まともに戦うと、ボスに着く前に HP がなくなる。むぅ、じゃあどうすればいいわけ？自動 HP 回復が効く、ダンジョンの手前のエリアでレベル上げだけして、ダンジョン内の敵はほぼスルーして、ボスまで突っ込むのが正解だ。特に後半、モンスターに変身することで、攻撃はできないが無敵になれるアルターの魔法を回収すると、レベルを上げ切った後のダンジョン踏破は、全部これで楽々クリアみたいなプレイになりがちだ。バランス的には結構ピーキーなとこがあるのね。とはいえ、やりごたえはなかなかあるので、純粋にゲームとして見た場合、攻略しがいはあると思うがな。難易度だけを見た場合、前回語った3リメイクのフェルガナの誓いの方が凶悪だしな。まあ、それなりに頑張ればクリアできる感じか。それなら大丈夫そうね。さて続いては、もう一つのオリジナル版イース4であるスーファミ版だ。こちらの正式タイトルは、イース4、マスクオブザサン、で、PC エンジン版と同時期である1993年11月に、トンキンハウスから発売された。そういえばトンキンハウスって、ジャイアンリサイタルで護衛って敵を攻撃する RPG とか、ゴキブリになる夢を見る、トラウマホラーゲームを作ったりしたとこよね。お前、相変わらず変な知識だけはあるな。で、イース4だが、時系列的にはイース2の直後から始まり、エステリアの浜辺で、アドルが今までの戦いの日々を思い返していると、瓶に詰められた手紙が流れ着いているのに気づく。勇者よ、セルセタをお救いください、と書かれた内容に、義教心に突き動かされたアドルは、セルセタで薬の材料を探したいという医者のフレアを伴い、船で出航する。確かに序盤から展開が全然違うわね。
あと、やっぱり2からストレートに4に流れてるんで、現在設定だとその間に点を入れる余地がないから、時系列的には矛盾が出てるわね。まあ、さすがに30年前の時点で、イース10の構想があったとは思えないからな。それはしょうがない。その後は上陸早々、駐留していたロムン帝国軍に不審者扱いされ、投獄されてしまい、そこで情報やデュレントで会うことになるが、二人で脱獄しようとした矢先に、誤解は解けたということで隊長に釈放されることになる。大まかな流れは PC エンジン版に近いけど、細部はだいぶ違うわね。そしてフレアと別れ、樹海を進み古代セルセタ王朝の遺跡にたどり着くと、そこでカーナが魔物に襲われている場面に遭遇する。だが、助けに入る前にカーナは、パンチやスピニングバードキックを繰り出し、一方的に魔物たちを倒してしまう。スーファミ時代特有のドット絵芸が、妙に仕事してるわね。そして、やはりレムノスが行方不明になり、クレーターの奥で彼が変えられてしまった魔物を倒し、元の姿に戻すことになる。ここも流れは似てるけど、ロケーションとか魔物になったレムノスの姿とかが、完全に別物ね。その後は、セルセタに起きた異変について、この地に君臨する大長老なる存在に話を聞けということになるが、彼に会うには太陽、大地、月の3つの瞳が必要ということで、これを回収するためにセルセタの各地を回ることになる。ちなみに PC エンジン版のストーリー進行の核だった、五中心の試練については、こっちでは存在しなくなってる。そして、高原の村ハイランドにたどり着いたアドルは、そこでリーザと出会い、彼女こそが瓶で手紙を流した人物であったことを知る。しかし、助けてくれと言っておきながら、未だ心の整理がつかず、事情を話すことはできないと、リーザは口を閉ざしてしまう。これって、やっぱり例の三人組に、ろくでもないことを吹き込まれたエルディールが、闇落ちしちゃってるわけ？ああ、そうだ。ただここも殺戮王アレムの存在や、その末裔である闇の一族という設定が存在せず、彼らも、ロムン帝国がセルセタを我が物とするために送り込んだ、魔導士という扱いになっている。ただ本国の意向を無視して、エルディールに取り入り、自分たちの野望を達成しようとしてるんだけどな。あと PC エンジン版は、全体的に無軌道に悪事を働く闇の一族の活躍が目立って、リーザもエルディールも大して出番はないんだが、今作では闇の一族の活躍が控えめな分、エルディールが闇落ちした理由や、リーザとの関係がそこそこ掘り下げて書かれている。ああ、焦点が当たっている部分が、それぞれで全然違うのか。そして、中盤でまたエステリアに戻るのも同じで、ここで知った情報と、その後セルセタで大長老から聞かされる話によって、古代史の謎が解明される。それによると、かつてセルセタには有翼人が人間と共存していたが、実は彼らはそのオーバーテクノロジーで人間を家畜、食料とする野望を抱いていた。やがて、その真意に気づいた人間と有翼人の長い戦いが始まり、数十年後にレファンスと五中心が現れたことで、戦いは人間側の勝利となり、オーバーテクノロジーは都市ごと地中に封じられ、生き残った有翼人たちはそのまま聖域に留められたまま、人間に世話をされ暮らすことになる。そして、それらとは別に、セルセタからエステリアへと渡ってきた有翼人がおり、その子孫が古代王国イースの建国と繁栄を司った、双子の女神だというぜ。なるほど。つまり、聖域に留められた有翼人の末裔がエルディールってことか。古代史については人間と有翼人が敵対してたりと、PC エンジン版とは全く違うわね。でも、あっちが黒歴史なら、こっちが正史ってことよね？ん？どうかな。2000年代初頭に出た、1から6までの作品を扱った公式設定本だと、確かにスーファミ版が正史で、PC エンジン版がアナザー扱いになってるが、6以降の再編された現在設定から見ると、このスーファミ版の古代史も矛盾の塊で、やっぱり黒歴史っぽいんだよな。さっきから黒歴史ばっかりじゃない。正史はないの？後で話すが、20年越しで発売されたリメイク版が、現在設定を元にシナリオが書かれているんで、多分メーカーとしてはこれが正史って扱いだ。ああ、そういうことになるのか。本当に複雑ね。それで残りのストーリーについてだが、PC エンジン版じゃあんま出番がなかったリリアが、今作ではエステリアからアドルを追って、セルセタまでやってきたりする。そこでエルディールにさらわれてしまい、ラスダン直前までは彼女の奪還を軸に話が進むので、結構ヒロインっぽい立ち位置になってる。そして、最終的にはレファンスの魂と対話したアドルは、古代都市の悪用を防ぐため、一度地中から蘇らせた後に完全破壊するよう頼まれる。こうして、古代都市を地中に収めようとする、エルディールたちとの最後の戦いが始まることになるぜ。
PC エンジン版と比べると、大筋とキャラとか設定もろもろは共通してるけど、シナリオ展開そのものは完全に別物って感じね。続いてはシステムについてだが、こちらも PC エンジン版同様、1&2 の体当たりシステムに戻っている。ただ、こちらでは斜め移動が取り入れられずに、従来通りの縦横4方向のみの移動になっている。また魔法の仕様が、旧作を踏襲した PC エンジン版とは違い、独自のものとなった。これは魔法剣を装備することで、対応した魔法を発動できるというものだ。例えば、炎風の剣ならフレーム、英雄の剣ならヒーリングみたいにな。また、魔法剣に対応した宝石アイテムがあれば、鍛冶屋で料金を払って魔法を強化することが可能だ。ああ、これは地味に結構仕様を変えたって感じね。まあな。ただ、魔法は終盤手に入る回復のヒーリング以外は、ほとんど役に立たないんだよな。遠距離攻撃ができるが攻撃力が低いし、魔法剣を外すと使えなくなるので、それより強い普通の剣が手に入ってしまうと、使うためにはメニューを開いて、装備を付け替える必要があるので面倒なんだよ。あと宝石強化の費用がバカ高な上に、強化する魔法剣の順番は固定されており、自由に選択することもできない。おそらく大抵のプレイヤーが、ほとんど魔法は使わずにクリアしたと思うぜ。これはなかなかのシステムだ俺ね。まあ、スーファミで出たイースは、クオリティに問題があるものばかりだったからな。前回話した3の移植版や、次回作となる5と立て続けにそういうものを出したせいで、後々イースシリーズの長期断絶に繋がってしまったしな。そんなことになるんだ。ま、それについてはイース5の解説で詳しく語ろう。今はイース4についてだが、今作については超絶ダメというわけでもないが、まんべんなく微妙なんだよ。ザコは PC エンジン版のように特別強くはないが、動きが妙に速く、狭い場所で変に接触すると、あっという間に理不尽に HP が削られたりと、微妙にストレスが溜まる作りだし、ボスはボスで結構バランスが大雑把で、妙に強いやつ、瞬殺可能なくらい弱いやつ、パターンを見切るよりゴリ押しが最適解が入り混じってて、どうにも統一性に欠ける。ストーリーもテキストそのものが薄く、演出も淡白なんで、賛否は分かれるがボイスやビジュアル、シナリオ展開などがかなり派手で、プレイ時間も十数時間と、初期イースの中では比較的対策風な PC エンジン版と違い、印象に残らず、あっさり7、8時間で終わる、こじんまりとしたゲームって感じだな。ジークファクトとかやりすぎオリジナル要素はないが、1&2 みたいな印象に残るシナリオでもないわけか。まあ、当時のオリジナルスタッフも、イース3を最後に独立してしまったからな。余談だが、それらスタッフはクインテッドという会社を設立し、スーファミでは創造と破壊をテーマにしたアクトレイダーや、ソウル3部作の1作目である、ソウルブレイダーを送り出すことになる。イース4と同時期には、3部作の2作目であるアクション RPG、ガイア幻想記を発売し、これが結構、壮大な世界観、切なさ、大敗さに包まれた雰囲気など、初期イースの作風を継承してたかな。ああ、やはりその辺はオリジナルスタッフによる、才能の部分が大きいのか。で、そんな紆余曲折を経たイース4だが、2012年9月に、待望のファルコム純正であるリメイク作、イース、セルセタの樹海、がプレステビータで発売した。今作はシステムは元より、シナリオ自体も旧2作とはほぼ別物となり、イース古代史のクローズアップやリリアの再登場など、イース 1&2 のつながりがバッサリ切り取られるなどして、単体で成り立つ作品としての傾向が強くなった。ああ、これか。さっき言ってた再編された設定を取り入れたリメイクって。物語はセルセタの樹海のそばに位置する、ロムン帝国の辺境の町であるキャスナンを舞台に、ここで樹海の探検に赴いたはずだが、どういうわけか記憶喪失になったアドルが、ふらふらと町に戻ってくるところから始まる。衰弱した折れたところを町の人間に助けられたアドルは、記憶を失う前に知り合ったという、情報屋のデュレンに声をかけられる。これがデュレン、旧作だとスマートだったけど、随分マッチョなデザインになったわね。そして、その直後に起きた、鉱山での魔物出現トラブルを、二人で解決したことが契機となり、ロムン帝国のセルセタ総督であるグリゼルだから、樹海の地図の作成を頼まれることになる。報奨金が欲しいデュレンに、記憶を取り戻すためには、もう一度樹海に入る必要があるんじゃないかと乗せられたアドルは、彼と二人で地図作成を受け負うことになる。そして、樹海の探索を進めた彼らは、未開だった地に、様々な集落が孤立したまま点在しているのを知ることになる。ま、アドルは最初に樹海に入った際に、大半の場所を巡っていたらしいが、それについてはさっぱり記憶がなくなってるんだがな。
樹上集落コモドでは、前回アドルが訪れ去った後、複数の住人が行方不明になるという事件が発生していた。村長の娘であるカーナと再会したアドルは、この事件を解決すべく調査に乗り出すが、やがて消えた人間が奇妙な仮面をつけ、まるで操られるかのように集落に攻め入ってくることになる。その中にはカーナの弟であり、アドルとヨシミを交わしたレムノスの姿もあり、事態は混迷することになる。カーナとレムノスが指定になってるのか。モンスター化してないけどレムノスが敵になるのは、ちょっと旧作の名残がある感じね。水上集落セルレイでは、やはり前回アドルが去った後、川に大量の毒が流れてきて、生活の基盤をぶっ壊されてしまうという事件が発生していた。アドルたちは、村の中心人物であり、聖獣スパーダを飼い鳴らす青年オズマと共に、犯人の調査を行うことになる。こっちはオズマの存在からして、旧作にはないオリジナル展開っぽいわね。そしてコモドの事件には、人を操る術に長けた女魔導士である、バミーの暗躍があったこと。セルレイの事件には、獣使いを名乗る巨漢である、ガディスの策略によるものだったことが明かされる。やはり、仇役は旧作の闇の一族たちだったわけか。そうした事件が起きる中、キャスナンにはロムン本国から、隠忍であるが眼光の鋭い男、グルーダが総督の補佐として送られ、アドルにも友好的な態度で接することになる。やっぱりグルーダも出てくるのか。こういう感じで登場しても、旧作知ってると実は的なのがバレバレね。そして、物語は資源の地と呼ばれる樹海の奥地へと収束することになる。ここでは有力人であるエルディールが住む塔と、その手前に作られた人間たちの町があり、古来より様々なオーバーテクノロジーを管理していた。そして、歴史をより良い方向にコントロールするために、エルディールが適切な時期が来たと判断した際に、それにふさわしい人物を塔に招き、知識を与えていた。要するに、歴史を変えるような発明とか異様とかは、みんなエルディールによってもたらされてたわけか。全部が全部というわけじゃないがな。エルディールも、そのうち自分のサポートがなくても、人間たちが自立して歴史を紡いでいくことを望んでるしな。なんか、それだとエルディールが普通にいい人みたいね。まあ今作だと、普通に聖人君子みたいなキャラだしな。あと気分が若い旧作と比べて、老成した精神性を持ち、リーザとの関係も主従や色恋的なものではなく、親子みたいな感じになってる。随分綺麗な方向に変わったのね。ああ、だがエルディールの中には、ごく稀に顕現してしまう闇の人格が存在しており、800年前に英雄レファンスが築き上げた、セルセタ王国の滅亡の原因ともなっている。そして、今まさに目覚めた闇の人格と、それを利用して野望をなそうとするグルーダたちが結びついてしまったことで、再び世界に危機が訪れてしまう。アドルたちは、リーザを姉のようにしたい、エルディールに仕える使徒候補でもある少女、カンリリカや、グルーダたちの執事に深く関わりがある、闇の一族の女性、フリーダなどを仲間に加え、これに立ち向かうことになるぜ。なるほど。設定は全然違うけど、アドルバーサスエルディールとグルーダたち3人っていう対立構造は、旧作から受け継がれてるのね。シナリオ的にも、他のシリーズに繋がる静止はこれでいいってことよね。ああ、本作単体では、あまり古代史的なものには触れられてないが、ES6 でクローズアップされたそれら設定に、矛盾なく連結できるような作りになってる。続いてはシステムについてだが、今作の一つ前に出た ES7 のものを発展させた、3D アクション RPG となっている。3リメイクのフェルガナの機械もそうだったけど、旧作の体当たりゲートは完全に別物になったって感じね。ESシリーズは6で 3D アクション化。その後、フェルガナの機械、ES7、今作であるセルセタの樹海という流れだな。戦闘システムは、基本的に通常攻撃と、ゲージを一つ消費することで使える、特殊攻撃であるスキルで戦い、スキルを使うごとにエクストラゲージが溜まっていき、満タンになると超強力なエクストラスキルを使うことができる。また敵を浮き上がらせてボコる、エアリアルコンボや、敵の攻撃を直前でガードしたり回避することで、その後一定時間こちらが有利になる仕様など、システムはフェルガナの機械などに比べて、大幅に進化している。特筆すべきは、ES7 で起用されたパーティー制を採用しており、PC となるアドル、ジュレン、カーナ、オズマ、カンリリカ、フリーダの中から3人を選び、プレイヤーが操作しない、2人は自動で戦うことになる。そして各キャラの攻撃には、斬撃、打撃、射撃の3つの属性があり、これで敵の弱点を突くとダメージが増大する。敵によっては、弱点以外の属性はかなりダメージが減ってしまったりするので、
戦闘中は敵に操作キャラをチェンジすることで、プレイヤーが率先的に攻撃する必要が出てくる。ああ、パーティー制だけど、やっぱり自動操作の二人はプレイヤー操作のキャラに比べて、アグレッシブに動いてくれないのか。全体的にテンポや爽快感重視だが、気持ちよくキャラを動かせるアクションとなっている。ただボス戦は、アイテムの使用が無制限で、戦闘中にメニューを開いていつでも回復ができるので、事前に十分な数を揃えておけばまず負けないため、基本的にゴリ押しが効くバランスだ。そこはちょっとヘビーゲーマーからしたら、物足りない部分って感じかしら。どちらかといえば、動かしていて楽しいアクションや、寄り道要素の多さなどの総合的な冒険感が、楽しいゲームだからな。特に寄り道要素については、セブンから継承された任意に引き受けられて、特定の強敵を倒したりアイテムを調達してくる、クエスト。ストーリーで語ったように、樹海を踏破するごとに自動でそのエリアが地図に書き込まれていき、一定値ごとに報奨金やアイテムがもらえたりする。地図作成。最終ポイントで鉱石や植物を回収して、装備品を強化する。火事。特定箇所に存在する光に触れることで、アドルの失われた記憶が蘇り、樹海の人々との最初の出会いや、故郷の村での旅立ちまでの日々が回想され、さらにステータスが強化される。記憶探し、といったものが存在して、この時点でイースシリーズでも随一の規模を誇り、対策傾向が強まった。後々の新作ナンバリングにも引き継がれていくことになる。なるほど。これももはやオリジナル版とは別物だけど、独自の魅力がある作品っぽそうね。さて、最後に移植関係だが、PC エンジン版は他の同機種のナンバリングと同様、プレステ3とビータでプレイ可能な、ゲームアーカイブスで配信されている。スーファミ版は、月額制のサイトである、プロジェクトエッグ、で、PC88 版のイース1、2、3と、スーファミの4、5がセットになった、イース大全集、として配信されてる。セルセタの樹海はスチームで出たものと、内容は変わらないが、イース、セルセタの樹海会、と解題されたプレステ4版が存在し、共にリマスター化の高画質となっている。あとはリメイクとして2005年にプレステ2で、前回話したタイトーイース3部作の2作目、イース4、マスクオブザサン、アニューセオリー、が発売。タイトー制って、どれも出来が良くないって言ってたやつか。まあな、これもシステムは 3D 化されて、ほぼ別物になったんだが、お世辞にも面白いとは言えず、かなり微妙クオリティになってる。ただ、シナリオについてはベースはスーファミ版だが、6の設定再編を踏まえて独自の肉付けが大幅にされ、他の3作よりも人間ドラマ重視になっており、見せ方や演出のダメさはあるものの、シナリオだけは結構好きという声もちらほらと出てるな。クロート向けの作品って感じね。他の3作をやってから手を出すのはありかしらね。さて、長くなったが今日はこの辺にしておくか。もう終わり？一作しか語ってないじゃない。また次回語ってやるぜ。まだまだたくさんの冒険があるからな。よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけたら大変励みになります。ツイッターもやっていますので、そちらのフォローもぜひお願いします。